ポケットモンスターの地名一覧関東地方。関東地方は、ポケットモンスターシリーズに登場する架空の地方。関東州とも、赤、緑、青、ピカチュウ及び、ファイアレッドリーフグリーン、レッツゴー、ピカチュウ EV の舞台。赤、緑系から3年経った設定で、金、銀、クリスタル及び、ハートゴールド、ソウルシルバーの舞台としても登場。 ルビー・サファイア・エメラルド、ダイヤモンド・パール・プラチナ、ブラック・ホワイトでも名称のみ登場する。名称の通り日本の関東地方がモチーフになっているが一部は中部地方も含まれる。関東地方の名称は赤、緑、青、ピカチュウの時期はほとんど登場せず、一般化したのは金、銀、クリスタル以降である都市、街の数は10個。 道路、水道は1から28番。ポケモンリーグの所在地は、関英高原。それぞれの都市に、モチーフとなる色があり、都市の紹介文や、ジムバッジ、民家の屋根の色などもそれに対応している。道路のほとんどが平坦であり、他の地方とは違いマップでは、天候の変化が一切ない。その一方、洞窟や岩山などのダンジョンが多く、 そのほとんどが複雑な構成をしている。金、銀系では日隣に上都地方が陸続きで接続している。新葉樹が多い上都地方とは木の種類が異なり、こちらは紅葉樹が多い。ファイアレッドリーフグリーンではグレンジム製派後に七島の一部に行くことができ、電動入り後に全国図鑑を入手することにより新たなマップが追加され、さらなる冒険ができる。 金、銀、クリスタルでは、ロムカセットの容量の関係上、一部の施設や、ダンジョンが縮小、消滅しているが、ハートゴールド、ソウルシルバーでは、第一世代にあったほとんどの施設、ダンジョンに入れるようになり、ポケモンの、連れ歩きが可能である。この地方で使われている音楽は、金、銀系では、赤、緑系のアレンジ版となっているが、金、銀、クリスタルでは、 容量の関係上、後半部分がカットされた、ショートバージョンや収録されなかった曲が存在する。ハートゴールド、ソウルシルバーでは、ファイアレッドリーフグリーンのアレンジバージョンが流れ、金、銀、クリスタル未収録の曲や短縮された曲もカットなしのフルバージョンで流れる。金、銀、系では3年の時が流れたためか、前作に比べ、音楽は、 曲調の変わったものが多い。施設やマッチなどで発展、変化の多い2年後の一種地方に比べ、3年の月日の経った関東地方では、グレンタウンを除き、施設の発展や変化は少ないが、登場人物の多くは、容姿が変化している。アニメ、ポケットモンスター・アドバンス・ジェネレーションでは新たに、バトル・フロンティアや、ポケモン・コンテストができている。突起のない限り、 赤、緑、系を基準に記述する。ファイアレッド、リーフグリーンで追加マップとして登場。関東地方の南に所在する島々。関東地方本土とは専用線、シーギャロップ号で接続する。関東地方に比べると田舎という認識が多く、温暖な地方だと言われている。道路や水道は番号ではなく、固有の名称となっている。ポケモンジムはない。 4の島以降に行くには、ある条件を満たす必要がある。島が7つあるから7島と呼ばれるという人がいるが、7日でできた島だからこの名前で呼ばれるとの伝説がゲーム内で語られる。各マップの BGM は、1から3の島では関東地方と同じものが、4から7の島では金、銀系の上と地方のもののアレンジバージョンが使用されている。 4から7の島では野生のポケモンの一部には、金、銀、系のポケモンが登場する。続編である、ハートゴールド、ソウルシルバーおよびピカチュウ版リメイクの、レッツゴー、ピカチュウレッツゴー EV には登場せず、作中では、一切触れられていない。アニメ版、ポケットモンスターのオレンジ諸島編の舞台。大小70を超える島々から成り立っており、オレンジ諸島の名の通り、 島々の名前はその多くが柑橘類の果物に由来している。劇場版第10作、リアルが VS パルキア VS ダークライ公開時に発売された書籍、劇場版ポケットモンスター DP 前映画、パーフェクトガイドでは、オレンジ諸島は関東地方の一部として扱われている。劇場版ポケットモンスターの舞台となった街、島などについては、第10作、 リアルが VS パルキア VS ダークライ公開時に発売された書籍劇場版ポケットモンスター DP 全映画パーフェクトガイドにマップが掲載され位置が判明した。ここではその中から関東地方に属する場所を記載する。ありがとうございます。